今回持ち手は編んで作るんですけども、やっぱり編んだものだと少し伸びやすかったりするので、気になる方は市販のものとかを使うといいかなと思います。ではまずは作り目、鎖編みを48目編んでいきます。48目で私の場合だいたい30センチ前後かなという長さにしていくんですけども、もしサイズを変えたいなという方は偶数だったら大丈夫なので、偶数目で作り目をしてみてください。では糸処理できるぐらい残して、一度引き締めたら、ここから鎖編みを48目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、はい、鎖編み48目編んできました。では次は1段目、鎖1つで立ち上がって裏山に編んでいきます。上から数えて1個、2個目の裏山から1つずつ細編みを端まで編んでいきます。はい、端まで細編みを編んできました。で、これで1段目が編めました。では次は2段目、まずは鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返します。で、一番最初の目に細編みを1目、で、次から細編みと中長編みの交差編みを編んでいきます。1目飛ばして次の目に細編みを1目、で、前に戻って中長編みを編みます。1目飛ばした目に引っ掛けて中長編みを編みます。前に戻って糸を持ってきて、斜めに出すように中長編み、これを繰り返します。1目飛ばして次の目に細編み、飛ばした目の頭に中長編み、一目飛ばして細編み、引っ掛けて前に戻って中長編みと端まで編んでいきます。一番最後一目残ると思うので、その手前まで2目で一模様ですね、編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、残り1目になっています。ここには一番最初と同じように細編みを1目編みます。最初と最後は細編みを1目。これで2段目が編めました。次は3段目、鎖1つで立ち上がって編み地をひっくり返します。最初の目から1目ずつ細編みを編んでいきます。細編みを編んで、両サイドに細編みを編んで、真ん中に模様を挟む感じで編んでいきます。では一つずつ細編みを編んで、最後の目までですね、編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。で、そしたらバッグに縫い付けるので、ちょっと長めに残してカットをします。で、この輪の中に糸端を入れて留めておきます。で、3段で作っているので、こっちには糸端がないので、縫い付けるときに新しく糸をつけて縫い付けていきます。で、同じものをもう1本作っておきます。はい、持ち手を2本。編みました。で、そしたらバッグにつけていきます。では、バッグの底の部分を合わせて横を決めます。で、横にマーカーをつけておきます。で、マーカー同士を合わせて中心を決めます。
で、そしたら私は間を12センチぐらい開かせていきます。これはお好みなのでお好きな長さ開かせてみてください。マーカーを6センチに合わせて、で、マーカーをつけます。で、そしたらこっちとこっち目数が一緒の方がいいですね。2、4、6、矢の9目目にマーカーをつけました。なのでマーカーの隣から数えて9目目、2、4、6、矢の9目目にマーカーをつけます。だいたいこれで12センチになっています。で、後ろも2、4、6、矢の9目目マーカーの隣から数えて2、4、6、矢の9目目で、そしたらいろんなところから見てこっちの目数とこっちの目数を数えてもいいと思います。バランスを見て確認をしてみてください。で、真ん中と端のマーカーは取っておきます。では次は持ち手をつけていきます。まずは糸端がついている方ですね。こっちは後で糸処理をします。で、細編みが表になっている方をこう前にしたいので、これが表編みですね。細編みこっちとこっちが表、後ろを見るとこっちが裏になります。裏なので表が前になるようにつけていきます。で、つけ方はどんな感じでもいいんですけども、と私は引き抜き編みをしたもうすぐ下あたり、細編みを編んだところあたりですね、ここにもかがっちゃいます。なのでバックで言うと1段ぐらいしか下がらずにつけちゃいます。もっと下げたい方は下げてしっかりつけてみてください。半身なぐらいぐるぐるかがっていきます。あまり綺麗ではないんですけど、こんな感じでつけちゃいます。どうせ隠れてしまうので、で、中に内布として巾着を入れていきます。その時にクルーガンとかボンドでつけるので、そんなに心配しなくても大丈夫かなと思います。マーカーは外しちゃいます。で、こっちも糸処理をします。で、しっかりついたら糸をカットします。
で次は反対側をつけていきます。こっちには糸がついていないので糸を足してつけます。では私はバッグに糸をまずはくぐらせて、中で隠しちゃいます。で、ここを押さえながら糸を戻します。で、持ち手がねじれないようにつけていきます。半身なぐらいついたら糸処理をします。糸をカットしてマーカーを外しておきます。で、こんな感じで持ち手がつきました。反対側も同じようにつけておきます。はい、持ち手を編んできました。で、そしたら底の部分のここの長さを測っておきます。大体でいいんですけども、私の場合だと大体18.5センチぐらいになっています。で、18.5センチなので、今度は巾着の底の部分から 18.5センチのところを測って大体ですね、で、ここで折っておきます。ちょっと印をつけて、もう爪で18.5 で、こっちもなんとなくこの辺につけていくっていう感じで印をつけます。書いてしまうと後から消すの大変なので、爪とかでこう跡をつけて、で、ちょっと線をつけていきます。で、そしたら今度は半分に折ります。半分に折って一応中心を決めておきます。まあ、だいたいこの辺かなっていうところを決めておいて、で、そしたらバッグに入れていきます。で、持ち手をつけるときに横と中心を決めたので、そのマーカーは外さなくてよかったですね。せっかくつけたのにまたつけなくてはいけなくなってしまったんですけども、上に書いてあったと思うんですけど、もし外してしまった方は一応つけておいてください。だいたい横がここだなっていう印になるので、で、ボンドでもグルーガンでもどちらでも大丈夫です。
お好きなものでつけてみてください。印をつけたらどっちを前にしたいかなんですけども、私は立ち上がりがあんまり目立たない方を前にします。で、あんまり柄は見えてこないとは思うんですけども、一応柄を後ろにしておきます。で、角を合わせて、で、だいたい線をつけたところが合っていると思うので、ここで私はグルーガンで留めていきます。マーカーとこの線を留めます。ラインをつけておいたので、まあだいたいはみ出さない程度に、最初は少しだけ火傷に気をつけながらつけていってください。まずは横と中心つけます。ボンドの方が焦らずにつけられると思うので、ボンドでも全然大丈夫です。で、まずは4箇所仮止めのような感じでつけました。で、そしたら周りをつけていきます。空いているところにつけていきます。で、ざっとついたら、ついていないところなどを確認して、グルーガンを足しておきます。はい、こんな感じでできました。で、グルーガンでポイントにタグをつけています。だいたいサイズが、高さが19センチぐらい。横がだいたい29センチぐらい。ここの部分が20センチと約9センチで、持ち手のここの長さがだいたい14センチから15センチ、幅が2センチで、長さがちょっと伸びて 32.5 センチぐらいになりました。で、巾着の長さがだいたい14センチぐらいになっています。
で、中はこんな感じですね。で、巾着の部分をキュッと絞ると、上から見るとこんな感じで、ここから見るとこんな感じになります。持っているとこれが結構下がるとは思うんですけど、なので下がった方がちょっと可愛いですね。上にビヨンって伸びているよりも。で、ポイントに真ん中にだけ軽く模様を入れてみました。で、内布がついているので、底の部分もそんなに伸びずに使えると思います。で、持ち手の部分は気になる方は何かテープとかを貼ったりするといいかなと思います。で、バッグを持っていて、やっぱり中がいつも開きっぱなしっていうのが気になるなという方は、巾着とかをこうつけてあげるといいかなと思います。お弁当とかを入れてもいいと思うんですけども、巾着なしでも十分可愛いと思うので、今回巾着を内布にしたんですけども、お好みで編んでみてください。で、今回自分で内布の巾着を作るのではなく、セリアさんで購入したぺったんこの巾着にマチをつけて内布代わりにしてみました。で、これだったら中も見えずに安心して使えるかなと思います。では、今回は100円ショップの巾着を内布にして巾着付きのバッグを編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ギリナナでした。